清水哲郎は、日本のカーリング選手。北海道コンサドーレス札幌カーリングチーム所属。2018年平昌オリンピックカーリング競技男子日本代表。長野県北作郡軽井沢町出身。軽井沢町立軽井沢中学校。長野県軽井沢高等学校を経て、2010年、駿河台大学卒業。株式会社静内ロゴス所属。 2007年から SC カルイザークラブに所属し、日本選手権を2007年から2009年まで3連覇、2013年から2017年まで5連覇。2016年世界選手権4位、パシフィック・アジア選手権優勝。2018年ピョンチャン、オリンピックカーリング競技男子日本代表選手として出場。その後、3月に行われた2018年日本。 ミックスダブルスカーリング選手権大会では、吉田智奈美とペアを組み、3位入賞を果たした。2018年8月1日より、北海道コンサドーレ札幌カーリングチームに移籍。2018年パシフィックアジアカーリング選手権大会優勝。2019年、第36回日本カーリング選手権大会優勝。2020年、 第37回日本カーリング選手権大会で優勝し、個人の日本選手権における優勝回数を歴代最多となる10に伸ばした。ありがとうございます。